ただいまより本日のメインイベントライジン MMA ルールフェザー級マッチを行います。青コーナー172センチ、 65.65キロ、49戦、30勝、14敗、5分け、東京都武蔵村山市出身、初代 SRC フェザー級チャンピオン、日本格闘技界影の番長、金原正則。赤コーナー178センチ、 65.85キロ、39戦、31勝、6敗1分け、ブラジルサンパウロ出身、静岡県磐田市在住、第3代 KSW フェザー級チャンピオン、第3代ライジンフェザー級チャンピオン、柔術界の奇人、クルベル小池。レフェリー永瀬達郎。この試合はライジン MMA 各ラウンド5分の3ラウンド制で取り行われます。なお、ジョブソン試合の勝者、株式会社、エンディングマナー株式会社、株式会社、トリオン、株式会社、一茶屋さんの勝者賞が与えられます。Let's go.
Yeah!
Yeah!
します。ジャッジ石川、青金原、ジャッジ豊島。
勝者、金原まさのり。みんなやったよ、みんなやった。長いことやれば、いいこともあります。今年で20周年です。ちょっと勝ったら泣こうかなと思ったんですけど、全然泣けなくて、本当にクレベル、オブリガード、キュレベル戦決まってから本当寝れず、辛い日々がありました。それでも信じてくれる仲間やチームや、自分自身が何よりも最後で信じることでこの勝利をつかむことができました。本当皆さん応援ありがとうございました。千尋、勝ってこいよ、やろうな、頼むぞ、待ってるぞ、待ってるぞって俺がやるぞって言わないで。ありがとうございました。もう一個だけ、ごめんなさい、もう一個だけ、もう一個だけお願いします。所さん、ちょっと結婚しますじゃないですけど、来週所秀夫がやってくれます。みんなさん、ちょっと弱い男で心も弱いし、全て弱いので、少しながらみんなのちょっとの力ずつを分けてもらって、所さんの応援よろしくお願いします。一言、はい、すいません、金谷さんに続きます。ありがとうございます。見事勝利した金谷選手、そして所選手に盛大な拍手をお願いします。
ですか。